札幌市北区にある公立高等学校。北海道を代表する進む学校として多方面に人材を排出している。定時制普通科を併設する。前身は1902年に設立された北海道町立札幌高等女学校である。1948年に学生改革によって北海道立札幌女子高等学校となった後、 1950年に北海道札幌北高等学校と改称男女教学となった。校訓は、官用、新種、良識。平成14から17年度においては、文部科学省の定めるスーパーサイエンスハイスクールの指定校であった。スクールカラーは緑となっている。かつては生徒への定着度は低かったが、昨今では定着しつつある。 学校祭の暗読行列は有名である。また、学校祭で作成された一部の暗読は、旭川の列月七夕祭りへ出品される。制服を AKB48 の渡辺真由が、ソロ第3シングル、光る者たち収録のさよならの橋のミュージックビデオにて着用。2018年度、プロフェッサービジットが2018年10月3日に開催された。 国立大学13校の教員が全国各地の高校を訪れ最先端の研究成果や大学での学びの楽しさを伝える企画で一橋大学大学院経済学研究科の岡田陽優教授によるタイトル市場経済における競争と規制についての出張講義を行った。ありがとうございます。